はい、じゃあこんにちは、寺岡です。初めての方は初めましてです。で僕が今日紹介したい本は、すいません、ちょっと間違えましたね。ちょっとなんかさっき同じことがあった気がして間違えましたけども、成功のコンセプトという楽天の三木谷社長が書いたこの成功のコンセプトという本なんですけども、まずこの本を選んだ理由を話すにあたってですね、まあ、なんでこれを僕が読んだかっていうのは、その就職活動がまあ大いに関係してまして、大丈夫ですかね、映ってる人この方のいる会社を受けたんですよ僕が。その時に、この本を読んできなさいと、で読書感想文 1000文字書いていきなさいみたいなものが、あ、言っちゃったんですかこれまあそんな感じのものがあったんですよそんな感じのものがあったんで、僕もなんかその、なんかこれ買わせるのかみたいなのが、一冊いくらやから何本儲かるんかなみたいなことまで考えて嫌なやつなんですけども、読んでみたらもうめちゃめちゃ面白くてですね。で、まあ自己啓発本ではあるんですけども、まあ楽天の社長ということもありまして、この特に理系の人のつかみがうまいのかなという感じの本ですね。で、まず成功のコンセプトとして5つ挙げられてるんですけども、最初にちょっと5つ言っておきます、ね、成功のコンセプト、まず第1のコンセプトが常に改善、常に前進で、第2のコンセプトがプロフェッショナリズムの徹底で、第3のコンセプトが仮説実行検証仕組み化で、第4のコンセプトが、まあ、ここからはちょっと企業っぽくなるんですけども、顧客満足の最大化とで、第5のコンセプトのスピードという、まあ、この構成になってるんですけども、ちょっと整理しますねかっこいいでもちょっと中の内容ちょっと思い出しながらと言っていくんで、ちょっと今日は、ね、勢いがで、よくこの中で第一のコンセプトの その改善っていうのが、その後までずっと引き継ぐんですよね。第五のコンセプトになっても改善っていうものはもう取れなくて、でこの中で言われてるその改善という言葉について、その手垢みたいなものに惑わされるなと、改善って今聞いたからって今誰もその真新しい言葉だって思わなかったと思うんですけども、その改善がなければ一切この人間は成長しないと、で1日少しでも改善しようと、昨日の自分よりも 0.1% でも改善しようよってことがここに書いてあるんですね。で、毎日 1% の改善を積み重ねれば1年で37倍になると。ふくりやな。その乗数 その例えばそのこの数字自体は大したことないですよ。その大したことないっていうか、その数字37がどうとかいう話じゃなくてですね、全く例えばこれ 0.1% も何もしなかった人間っていうのは全く成長してないわけですね。で僕はこの本読んだ時に、この毎日日々自分何してたかなと思ったんですよ。その就職活動中でもそうですけども、考えてみたら何もしないんですね自分は。で僕がもうここのビブリオバトル自体に参加してるっていうのは、もうこの本のおかげ、もうこの会社を受けたおかげで言ったらもう過言ではないですよ。もう絶対にこういうイベントに関してもそうなんですけども、僕は多分めんどくさかって参加しないんですよ、そういうものには。ちょっとまた今度にしようかと、興味はあるけど、まあ次にしようかみたいに伸ばすんですけども、その何ですか、一瞬のその出会いみたいなものを大切にしなきゃならないと、で一回でも逃すなと、面白いイベントには参加しようって、例えばなんかその、まあ、プログラミング その一緒にそこにいる方と勉強会参加しようとか、もう今はその2回生の時なんてその考えたこともなかったのにもかかわらず、その積極的にそのまま外部のものに参加していこうというのを気持ちを得たのも、この本を読んでからなんじゃないかなと僕は思ってます。であと、この本自己啓発本ではあるんですけども、つかみに大体例え話が必ず入ってくるんですけども、その中で大体出てくるのがアップルとグーグルなんですね。でこのアップルとグーグルの成功の仕方が全く違うと、アップルっていうのはこれ絶対成功するぞって思ったのをグワーッと押していって世界に強要していくような形でこうやっていくんですけど、グーグルっていうのはものすごい数の技術っていうのをたくさん撒いておいて、なんかポツポツといいものできてきたらそれを育てていくっていう方式なんだっていうふうに、まあこれどっちがいいっていうふうには言及はしたいんですけども、まあどっちかしなきゃならないよねって、そういうことは常に意識しなきゃならないよねっていうことも言ってます。あともう一つ、僕が衝撃を受けて、もうその時言わんといてやというぐらい衝撃を受けたのが、まあ、近くにライバルがいるってのはとてもいいことなんですね。その自分のライバル、あいつをこそうっていう明確なライバルがいる。でもなかなかそのいいライバル、悔しいなって思うんですけど、いいライバルって見つからないと思うんですね。ただ一つその意識しなきゃならないのは、まあ、自分がこう怠けてる間にどこかでは頑張ってる人間がいると、
その自分の分野において頑張ってる、その頑張らなきゃならない分野で頑張ってる人間がいるってことは決して忘れてはならないと。それを書いてあった時に僕はすごい嫌な気分になったんですよ。ものすごく、いやもうなんかそんなこと全然考えずに今まで怠惰に過ごしてきたなと、日々を、勉強も特にそのまあまあで、大体まあまあでいければいいかなぐらいの気持ちで来たんで、これ読んでから僕はそうですね、毎日何かはしようと思ってます。でさらによく睡眠時間大事だっておっしゃられてる先生もいるんですけども、なんか若いうちは、はい、ありがとうございます